皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の足立隆夫です。今日は6月の4日日曜日、愛歌一章の1節から11節、神の懲らしめによって破壊し栄光を失った都というテーマでご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。愛歌一章一節から十一節。ああ、一人寂しく座っている。人で満ちていた都が、彼女はやもめのようになった。国々の間で力に満ちていた者、諸々の州の女王が、苦役に服することになった。彼女は泣きながら世を過ごす。涙が頬を伝っている。彼女が愛する者たちの中には、慰める者は誰もいない。その友も皆裏切り、彼女の敵となってしまった。悩みと多くの労役の後に、ユダは捕らえ移された。彼女は諸国の中に住み、憩いを見出すことがない。追い迫る者たちは皆追いついた。彼女が苦しみのただ中にある時に、シオンへの道は喪に服し、霊祭に行く者は誰もいない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめく。乙女たちは憂いに沈む。シオンが苦しんでいるのだ。彼女に逆らう者が頭となり、彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きのゆえに、主が憂いを与えられたのだ。幼子たちも、囚われの身となり、逆らう者の前に出て行った。娘シオンから、そのすべての輝きが去った。彼女の首長たちは、青草を見出せない鹿のようになり、追い迫る者の前を、ただ力なく歩んで行った。エルサレムは思い出す。苦しみとさすらいの日々にあって、昔から持っていた自分のすべての宝を、その民が敵の手に倒れ、誰も助ける者がいないとき、敵はその破滅を見て、嘲笑う。エルサレムは罪に罪を重ねた。そのため、汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちは皆、その裸を見て、これを癒しめる。彼女もうめいて、その背を向ける。彼女の汚れは裾についている。彼女は自分の末路を考えない。それで驚くほど落ちぶれて、誰も彼女を慰めない。主よ、私の苦しみを顧みてください。敵が勝ち誇っています。敵は彼女が宝としているものすべてにその手を伸ばした。諸国の民がその聖女に入るのを彼女は見た。あなたの集いに加わってはならないと、あなたが命じた者たちが。彼女の民は皆うめき、食べ物を探している。気力を取り戻そうとして、自分の宝を食物に変えている。主よ、よく見てください。私は卑しい女になりました。さて、今日から愛歌を学んでいきたいと思いますが、この愛歌というのは紀元前587年でしょうか、バビロンによってエルサレムが陥落させられた、そのことを嘆いて歌われた歌であります。その悲しみを表現しているのがこの愛歌です。ですから特徴的なのはこの一章の一節、一番最初ですけれども、あーって始まるんですよ。あーっていうのはこの嘆きの声ですよね。落胆のため息のような声、ここから始まるという、非常に印象的な、歌でありますけれども、この当時、イスラエルの国はですね、2つに分裂していました。北イスラエル王国と南ユダ王国。そして北イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされました。そしてその後、このアッシリアを滅ぼしたのがバビロンですね。そしてこのバビロンが南ユダ王国に攻め込んできました。
ネブカデネザルという王様が率いてユダに攻め込んできたわけであります。さあユダはこの時どうしたのか。彼らはこう考えました。北からバビロンが攻めてくるんだったら南で、ね、南にいるこのエジプトに頼ろうではないかと。エジプトと同盟を結んでエジプトに守ってもらおうと彼らはそう考えたわけでありますね。エレミアはそれに対して大反対しました。今、ユダがバビロンに立ち向かう方法はたった一つしかない。それはエジプトに頼るのではなく、イスラエルの主に、神様に頼らなければならない。神に立ち返るべきだとエレミアは進言しました。それ以外にこのユダの国が生き残る道はないんだと彼はそのように進言しましたが、しかしユダの民はエレミアの言葉を無視しました。そして彼らはこのエジプトと同盟を結んだわけでありますけれども、しかし結果的にエジプトはユダの国を守ってはくれませんでした。こうしてユダはバビロンに滅ぼされ、エルサレムは陥落し、そして人々はバビロンに捕囚されてしまいました。これがバビロン捕囚でありますね。こうしてユダの人々の嘆きの声が語られているのがこの愛歌という本であります。さあ本題に入りたいと思いますが、一節、ああ一人寂しく座っている人で満ちていた都がと始まります。エルサレムの町は華やかで非常に繁栄していました。しかし今や一人寂しく座っていると、人々はいなくなってしまった。バビロンによって滅ぼされ、多くの人々が殺され、また知恵ある者たちがバビロンに連れて行かれて捕囚されてしまいました。今私たちの町には、私たちの国にはもう何もないという嘆きの言葉から全てが始まります。そして2節、慰める者は誰もいない、その友も皆裏切り彼女の敵となってしまったと書かれてますよね。まさしくエジプトは助けてくれませんでしたし、またイスラエルの周りには他にも小さな国がたくさんありましたが、彼らも皆イスラエルを裏切りました。イスラエルの前からバビロンの脅威を恐れて逃げてしまったわけでありますね。こうして全ての人たちに、また全ての国々に裏切られ見放されたと語ります。そしてさらに3節ですね、悩みと多くの労役の後にユダは捕らえ移されたと。これがバビロン捕囚です。ね、多くの人々が労役をするために、ね、労働をするためにバビロンへと連れて行かれ、バビロンで捕囚されてしまいました。もう今や一っ子一人いないと、誰もいなくなってしまったと嘆いているわけであります。こうしてバビロンに捕囚されたことの悲しみを表現しているわけです。さあなぜこんなことになってしまったのかと、それは5節ですね、彼女の多くの背きのゆえと書かれています。そう、彼らが神様に立ち返らなかったため、エレミアは神に立ち返るしかないんだと忠告しました。しかしこのエレミアの忠告を無視して、彼らが自分勝手にエジプトと同盟を結び、そして神様ではないものに頼ろうとした、彼らの背きのためである。しかし彼らはなぜ私たちがこんな目に遭わないといけないのだと嘆きます。なぜ誰も私を助けてくれないのかと彼らは嘆きます。7節です。7節、その民が敵の手に倒れ誰も助ける者がいないとき、敵はその破滅を見て嘲笑うと言います。誰も私たちを助けてくれない、誰も私たちを救ってくれないと、これが実は愛歌の大きなテーマなんですよ。つまり彼らが頼っていたものがことごとく潰され、ことごとく裏切られ、そして彼らは、イスラエルの民は頼るものがなくなります。そして最終的に主に頼るように導かれていくわけなんですよ。これは我々も同じですよ。ね、他のものに、お金に頼ってる人、ね、様々な人脈に頼る人、
ね、多くの友達に頼る人、自分の実力や自分の学歴に頼る人、ね、私たちも神以外に頼るものがたくさんあるとなかなか神様に頼ろうとはしませんよね。しかし全てのものを奪われた時、神しかいないと、神しかいないとなった時、初めて私たちは神様に祈り、また神様を頼ろうとするわけです。こうして、ね、エジプトが助けてくれず、また周りの国々が助けてくれず、彼らは嘆きます。どうして誰も助けてくれないのか、どうして私たちは見放されなければならないのかと、そのように、彼らは嘆くわけであります。しかし問題があります。それはイスラエルの民がこの時点でまだ悔い改めていないことなんですよ。彼らはまだ自分の罪を認めていません。どうして助けてくれないの、どうして私たちは見放されなければならないのかと、問題を他人のところに、ね、別のところに持って行ってるわけですよ。9節、主よ、私の苦しみを顧みてください、敵が勝ち誇っていますと、ね、周りから攻め込まれてるんです、敵が喜んでるんですよ、神様助けてください、神様助けてくださいと、そのように彼らは言いますが、でも実は自分の罪深さに気がついていません。すべてね、すべての問題が自分たちから出たんだということを、イスラエルの民は分からず、どうして助けてくれないんですか、どうして人々は私たちを裏切るんですか、どうして神様私たちに目を向けてくださらないんですかと彼らは語るわけです。いつまでも自分の罪を悔い改めることなく、私は一生懸命やってるのにどうしてですかと彼らは疑問を投げかけます。大切なことは何でしょうか。大切なことは、神様助けてくださいという前に自分自身の罪を振り返ることですよ。自分自身の罪を認めることです。助けてくださいという前に、私に何か、ね、罪がないんだろうかということに目を向けなければなりません。私たちも同じです。困ったことや問題が起こった時、主を助けてくださいと私たちは祈りますが、しかしあなたは神様に祈りを聞いてもらえるような清い人でしょうか。私たちは本当に心から主を信頼して主に祈っているでしょうか。このことをもう一度思い起こさなければなりません。主を信じて祈るならば、神様に 100% 信頼して祈るならば、主は正しいお方ですから、必ずあなたを憐れんであなたに目を向けてくださる。このことを覚えて、自らを振り返ることをしっかりと行おうではありませんか。愛する皆さん、祈ったら何でも聞かれるわけではないんですよ。祈って聞かれるのは、私たちが神様を信じているからですよ。私たちが神様に 100% 信頼しているからです。私たちが清いものであるからですよね。あなたは祈りを聞いてもらうのにふさわしい存在でしょうか。そのことをぜひしっかりと自分自身を振り返ってみてください。そしてもし自分に足りないところがあると思ったら、まずは主の前に悔い改めてください。そしてその後主に祈りましょう。そうすれば主は必ずあなたの祈りに応えてくださいます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。主なる神様がいつも私たちと共にいてくださり、私たちを豊かに祝福してくださっていることを心から感謝します。主の前に常に悔い改め、神の前に正しく歩むことができるようにお導きください。そして主よ、どうか私たちの祈りにあなたが応えてくださいますようにお願いいたします。真実な神様が私たち一人一人の祈りに応えてくださる確信を持って祈るものとならせてください。すべてを主に委ねて、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。